はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。レスキューエースタービュランスです。さあ、いよいよ降臨しました。エマージェンシーなし、レスキューされる側テーマ、レスキューエースですね。これ診断で追加された、消防隊がテーマの、まあ、そういう、まあ、カード群でございましてですね、まあ、タービュランスめっちゃ強いし、かっこいいし、最高なんだけど、ちょっとね、OCG にある、なんかめちゃくちゃ強いカードがまだ実装されてなくて、レスキューエースカードが。エマージェンシーっていうね。で、エマージェンシーっていうカードがないとね、正直ね、1枚初動がないんですよ。このデッキ。なんで、2枚初動になっちゃうので、まださすがに、まあ、なんかファンデッキの息は出ねえかなと、思ってるんですけど、正直ね、まあ、エマージェンシー来たら、まあ、一気に環境まで、行くので、今 OCC だと結構ね、大会優勝してたりもするし、あと貫通打にもなり得て、初動にもなれるのがめっちゃ強いんだよね、エマージェンシーってカードはね。まあ、それがないので、まあ、一応、その、現状で組むと、一応2枚初動のテーマというところで、誘発もそんなにいっぱい詰めないけど、まあ、展開通ればめちゃくちゃ強いという、そんな感じのテーマですね。で、エースモンスターは、レスキューエースタービュランス。はい。自分の墓地からレスキューエースカード2枚を除外して手札から特殊ができるっていう効果ですね。これがね、レスキューエースカード2枚ための結構難しいんですよ。今の現状だとね。はい。だから、まあ、特殊召喚できるレスキューエースモンスターって結構その条件があって、ファイアアタッカーとか、まあ、まあ、ファイアエンジンがそうなんですけど、これ レスキューエースモンスターが召喚、特殊召喚に成功した時に、手札から特殊ができるよっていう効果なんですよね。で、これでだから盤面に2体のレスキューエースを並べて、で、そいつらをリンクサイドで墓地に送って、そいつらを除外して出していくみたいなイメージです。で、タービュランス自体は、まあ、有名なんでね、知ってる方もいるかなと思うんですけども、自分のメインフェーズにデッキからレスキューエースの速攻魔法か通常トラップカードをなんか4枚セットするっていう、もう意味不明な効果をしてるんですね。はい。1枚から4枚のカード、まあ、5枚か自身含めたら、5枚のカードを製造できるというね、あまりにも強い。で、自分のフィールドの、他のカードが、相手のフィールドが離れると、フィールドカードを破壊できるっていう効果もおまけでついていて、おまけの効果も結構強いですね。で、このカードをどうやって展開していくかなんですよね、このデッキは。で、一応、初動カードとして、まあ、ハイドラント。これが、レスキュースモンスターを持ってこれるっていう効果ありましてね、自分のメインフェーズのデッキから。だから、ハイドラントでなんか、タービュランスとか持ってきて、で、ハイドラントの横に、例えば、まあ、ファイヤーエンジンとか、アタッカーとか特殊ができれば2体でリンクして、タービュランス出してみたいな動きをしていく。それから、召喚権増やすこのヘッドクォーターっていうカードもあって、まあ、その、ヘッドクォーターで例えば、エアホイスター召喚して、ヘッドクォーター、これ召喚成功時にレスキューエースの魔法カード持ってこれるんですけど、これ持ってきて、で、召喚権増えてるから、例えばハイドラント出して、で、ハイドラントでタービュランス持ってきて、またリンクして、みたいな感じとか。まあ、そういうね、なんか、その2枚コンボになってるんですよね、基本的には。だから、それを狙っていく感じです。で、この人たちね、機械族なんですよね。はい。なんで、当たり前にラドンができるんですよ。で、正直4枚セットはできるんですけど、4枚セットしたトラップカード、まあそこそこ強いけど、まあ過信はできないという感じの性能になってるんですね。穴は結構ある。なので、ラドンしてちょっと妨害を伸ばしていく感じに、僕はしています。はい。で、なんだ、妨害としての、最終盤面は、バロネス、サベージ、超雷竜、それからまあ、レスキューエースなんか1体、まあ、ターベランスとか、まあ、ファイアタッカーとか、この辺に、後ろトラップ2枚みたいな感じなんで、展開通ると、本当にその6妨害とか、構えられるんで、めちゃくちゃ強い。ただ、そこまで行くのが難しいっていう感じですね。はい。で、まあ、手札決まんなくても、例えばもう、インパルス、これ、相手のフィールド上のモンスターの効果発動すると、手札からぶん投げてなんか、レスキューエース出せるっていうね。で、これでなんか、ターベランスとかも別に出せるんで、まあ、こういうカードを使っていったりとか、あと、この辺のファイヤーエンジンの、なんか盤面を展開する効果とかで、なんかその、うまいことリンク繋げて、戦っていくとかいうこともできますね。はい。まあ、ちょっととりあえずね、動かし方は、まあ、イメージつかないと思うんで、ご覧いただければなと思いますんで、やっていきましょう。はい。エマージェンシー来たら、環境、デュエル、スタンバイ。レスキュー、レスキュー、エマージェンシーどこエマージェンシーどこエマージェンシーマジでどこ行ったんだよ、もう。うざすぎるマジで、このクソみてえな実装方法。エマージェンシーないね、レスキューエースはね、本当にね、サーキュラーがない残機でありね、
なんだビッグウェルカムのないラビデンスであり、なんだろうな、牛肉の入ってない牛丼誰が食うねんみたいなね、そういううんこみたいな、感じは。これ相手なんか妨害ないけど、クソ最強2枚しのムーブ決まるか、これ2枚しのムーブ決まりそう。来た。さあ、レスキューエースカードを2枚ゲームから除外していけ。レスキューエースタービナンス、フランキー将軍爆弾効果発動。クードバースト打ってるっしょクードバースト打ってるんですよね。でこうして、ちなみにハイドランとかいないんで、セットしたカードこのターンに発動できません。まあ打てるんだけどな、普段だったらな、ちょっとね、まあ、無理なんですよね。まあちょっと諸事情により、まあエマージェンシーがないという諸事情によりね。はい、でラドンぶち込んでいく。あ、ちなみに一応あの4枚セットっていう最強のムーブできるんですけど、タービランス君4枚セットしただけで、そのトラップカード2枚で勝てるほど現環境甘くないんで、多分妨害する時にちょっと足りないから、ラドンした方がいいと思ってます僕は。はい、まあできるんだったらね。でオライオンを出していくからのアクセルシンクロン爆弾。ちなみに一応ね、盤面にね、あの蘇生後でするんですけど、蘇生しないとね、これ何デッキってなる多分うん、タービランス4枚セットしないいけど、最終盤面これ何デッキってなると思う、うん。さあ、レベルを下げーの、からのジェットシンクロンを爆弾させーの、こっちでこうだな。はい、これちなみになんですけども、あのもう一体ね、レベル6またはレベル4が出力できてると、サベージバロネス超雷竜になるんですけど、ちょっと今回は3体で展開しなきゃいけなかったので、普通にそのバロネス超雷竜っていう動きになります。基本的にはこれも全部エマージェンシーを実装しない好みが悪いんだ、全部全て全部ドン好みのせいなんだ、絶対に許せねえドン好みで、ルイキューピットの効果で、ネメシスコリドを持ってきて、でもね、超雷竜ね、やっぱり強いと思う、今環境的にかなり。だサンダードラゴンデッキとか強えんじゃねえかなっていうね今わかんねえけど、あのね、やっぱりクシャトリラってね、サーチめっちゃ多用するからさ、まあ先行盤面作られてもなんとかあるじゃないですか、サンダードラゴンって除外されても別に、でなんかワンチャンあるかなっていう、はい、超ライル自体はめっちゃ強いと思います。あのユニコーンに抜かれない打点してて、でまあ、フェンリルに一応抜かれちゃうか、一応ね、あの殴られる時にね、まあ、そこだけ注意って感じだけど、はい、まあ、だあの置物、超ライルの横にこういうバロネスみたいな置物置いといたら最強なんじゃないですか。で相手の展開に合わせてレスキューをぶち込んでいけばいいんじゃないでしょうか。あー、なるほど、フェンリル言ってたら来たな、フェンリル言ってたら来た。フェンリルはまあとりあえずいいかな。もうでもこれあれか、どっかタイミングで合わせてレスキュー打ってって感じかな。あー、はい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 、いいでしょう。ライズハートはいいですよ、ライズハートは OK です。さあライズハートが爆弾してきて、火事です、タービランスさん相手の盤面で火事です。何？発進かっこいいなんか消化してんだよね、分かった今、あの右手と左手からなんか消化する、あの水めっちゃ放水してた、見た、かっこいいでしょ。はい、ライズハート OK、 ライズハートはいいでしょう。レベル7、2体並んだところで、まあ今この盤面突破されないから多分大丈夫じゃないかな。はい、大丈夫で、アライズハートがまあレベルならもう一体飛んできた時だけかな、やばいのは。まあ一応アライズハートが爆弾するって感じだと思うんだけど、シャトルバースかやるやん、サーチできないからな。あのアライズハート出てきたらあれだね、出てきたところで別に無効にできるし破壊できるし、だからなんとかなんじゃないこれ、これも別にサーチ入んねえし多分大丈夫だと思うんだよこれ、出てきたら破壊するわ。あ、ビッグアイね、なるほど、ビッグアイはキモいなビッグアイキモいな、なるほど、ビッグアイでパクリに来るってことか。いやでも無限包囲はあるから大丈夫か、包囲を打てはいいか、ビッグアイには抹殺とかされたら、まあ、バロネスで無効にすればいいしな。で
フェンリルって言われたら、コンテインやるから大丈夫だね。無限包容。さあ、ビッグアイの効果は無力化させてもろって、今のところで一応アライズハートっていう選択肢は相手ありましたけどね。はい、まあ、ただバロネスもいるしねみたいなことなのかな。さあ、さらにクシャトリラ、スケクロクシャトリラが爆誕してくる。でスキアクロクシャトリラ君はちなみに殴るときに効果が無効になってしまうので、自分のモンスターがこっちのなんで、まあちょっとあいつだけめんどくせえか。いやバトルステップ入ってからでもいいけどな。いいよ、バトルステップ入った瞬間でいっか。で破壊かで、こうだな。でフェンリルぶん殴ってきたらバロネスでいいか。これでいいね多分。あーてか、あこれあれだね、別にコンテインでもいいね。まあ、バロネスいっか。シュッ、どれどれ、てめえは許すわけねえだろ。爆発バゴーン、オッケー。で、あいつは殴れねえから。よし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 。ダメダメ。いや、でも超雷竜からこのセットしかいけないぞ。超雷竜は手札にカードを加えることができないため、参戦の5を打たれてもセットしか相手はできないという最強のムーブ。あまりにも強い。無限包容、まあいいだろう。いやそうなんですよね、これね、結構超雷竜これも強くて、まあ、5結構、まあ、5飛んでくることはあると思うんですよ今後。これに、ね、強いです、普通にセットしかできないから、まあ、一応マックリクダを意外と許さないという、まあ普通にねセットされるから強いんだけどさ、トラップカードが無限包容みたいなね。まあただこのターンは参戦からなんか、盤面荒らされるみたいなことは起きませんでしたというところで、これ除外ゾーンから回収、これ何回収できるんだこれ、わかんねえ、まあ、ちょ、まあ一応使うか。何しましたの、ファイアタッカーっけ、アタッカー来た、じゃあターベランスか、あ強いじゃん。あえこれ裏側から除外できんのこれ、えそうなんだ、知らなかった、裏除できんだ、強え。まあ、ちょっととりあえずフルネットバロネス君の効果発動して、これ前破壊したら勝ちか、まあ、一応前破壊するよっていうか。はい、でビッグアイ君が破壊されてしまうと君は死んでしまうため、無限包容を打たざるを得ない。 OK、 まあそこまでは読んでいましたってやつですからね。はい、ダブルターベランスだな。アルティメットダブルターベランスいきまーす、いけー、フランキー将軍バクッタブーかっこいい、かっこいいね、ターベランスかっこいいな、いけフォイヤーアタッカーいくぜ、バトルゴー。さあその伏せカード何ですか、ちなみに。あ、ハッカーないですね、なるほどですね、はいはいはい、了解しました、オッケーです、オッケーです。まあさすがにね、こう展開が通ったらまあ結構いけるって感じだよね。でもここまでしないと逆に言うとね勝てない。だからターベランスの4枚セットだけで勝てるほど、まあ現環境甘くないっていうことだけは言っておくわ。フードバースト対戦ありがとうございました。いやー2枚書道きちい、やっぱさエマージェンシーってカードどんだけ強かったかって感じだよね。2枚書道マジできついわ。パスファインダーか、同時、まあ、まあ、パライゾスでしょどうせこれ。パライゾスサーチしてからいいか、ガンマとか入ってないもんね多分さすがに。はい、パライゾス、まあここに打って、まあ、どうせ多分パライゾスなんで、まあ、パライゾス残ってると厄介だから、まあ、ここに打っちゃった方がいいんじゃねえかなっていう気はするね。墓穴はない。いやー増殖する字打つかめっちゃ迷うけど、まあ、ちょっと一旦ますか。ハンドがね動けないんですよね。あーターン終了か、うぜえな。いやハンドが動けないから増殖する字打って相手に動き止められたら何もできないんですよね。これも動けなく、これも動けないんだけど、わーなんだよこのテーマ、ふざけやがってよ。インパルスビートだぞこんなもんバカ誰がよ。
インパルスビート始まるぞバカタレが。これ発動してみねえかあんまり。うんまいいねえな。まだねアドバンス召喚があったんですけどね、なんかモンスター特殊召喚できるモンスターいればね、エンジンとかファイアタッカーとかがいればなんとなったんですけど、さすがに何もできなくてやばいんですけど、まあ、エクスティングイッシュで頑張るしかねえ。エクスティングイッシュは相手のモンスター破壊するっていう効果なんで、まあ、それで頑張るしかない。まあ、ちょっと一旦エクスティングイッシュで様子見しますわ。頑張ります。あースキャクロークシャットトリラか。あーそれは増時投げていいな。よってユニコーン引いてなくて大丈夫。なんかユニコーン、まあちなみにエクストラはね、まあ一応抜かれてもまあ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 みたいな。まあちょっとラドンが抜かれるのが一番あれかな、めんどくさいかなとは思うけど、まあ言うてリンクモンスターもある程度入ってるんで。いやー微妙。まあ増時取ってくれたのでかいか。パービアス、あーこれ対象クザにしたらいいんじゃん。来た、エクスティングイッシュ発動。相手のパーピアスの対象に取ったスキャクロークシャトリラを爆破することによって、対象札によってパーピアスが、使えなくたって出てこれない。来た、やべ、エクスティングイッシュすびき引いてる。おなんだこのザコ VS ザコみたいな戦い。増時やるやん。いやもうワンキルするしかなくね、こんなもん。もうワンキルだろこれ。召喚権ここでいいな。で、常世うずめの長泣きの、効果発動してリリースすることによって、ちなみにこれちなみにハイドラント専用です。ハイドラントリクルート専用カードとなっております。でハイドラント出てきたので、ファイヤーアタッカー爆誕させる。 OK で、ファイヤーアタッカーからのハイドラント効果発動。枚数抑えたいからこうじゃない。で、ヘッドクォーター発動するところ召喚権増えるんで、アドバンス召喚レスキューエース、ファイヤーアタッカーで、これでドローはないですから、さらに自分の墓地からレスキューエースカードを2枚除外して、湯気レスキューエースタービュランス火事です、2丁目で火事です、消火活動を行います。はいはい。よし、これでこれで殴ったらいける。順番とかどうでもいい、行くぞお前ら。バトルフェイズだ、いやバトルフェイズ、いや救出、救出フェイズ、バトル、ドゥフ、来た、やった、いける、対戦ありがとうございました。このテーマきちい。あーなんもこういうことなんですよ皆さん。こういう反動、まああの先行だったら一応ワンフォーワン通れば動けるんですけど、ワンフォーワンに誘発受けて、まあ、うららは大丈夫か、でも厚刺さるから、まあ、こういう反動の時はまあ一応なんとかなんだけど、ってなんなら強えかこれ、ワンフォーワンハイドラント、あこれ強えわこの反動、これ毎回この反動来てくんねえかな。ワンフォーワンちょっとこのレスキューエースデッキだけ10積みくらいできません。10積みしたらワンフォーワンしか来ねえみたいな。ハンドくるか、春うららで禁止で枠さ。持ってねえよ、持ってねえ、やんだこいつ、わーやべえことしようとしてんだろこれ絶対。禁止令からのスクラップリサイクラーとかもうなんか世界が終わる予感しかしないか。やべえこと起きてんぜこれ。リーブアイバン、あジュエロンティス、おーもう一回遊べるの？ OK？ もう一回遊べるの？ G ランティス？リサイクラー？ゴーレム？これなんかリンク展開してくる感じかな？それとも本当のクソデッキかな？ははーん。これは見たことあるね。見たことあるね。ゴーレム、ルイキュービット、アクセルスターだ。やばいね。これ無限電話編始まるこれ。あー、なるほど。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 やばいね。うんこいいかの。
うんこイカの、うんこイカのモンスターを。やばい。やばいってそれは。ちょもう、いろはもみじとかいうの実装したやつ誰だよ。いろはもみじ早く実装してくださいとか言ってたやつ誰だよこれ。悪用しかされてねえじゃねえか。おかしいだろ。2年実装されなかったからもう悪用されるの分かってて好み実装しねえのかと思ってたわ。なんでこのタイミングで実装したんだよ。おい、いやこれ何回も言うけどさ、これやっぱさ、いろはもみじがいけないっていうか、これさ、俺テレホンがいけないんじゃないかと思うんだよね。